強いられた厳しい強いられた厳しい嫌々いやいやながらついて親についてなければならない子供の悲しさ、というふうな言い方をするんですけども、今日はそういった強いられた献身を求められたテルヤさんとミカヤさんとノエちゃんですねに当たってもらおうと。どうぞ。強いられた献身と言いましたけど、私自身がそうした経験をしてきましたけれども、振り返ってみるときにそれは決して強いられたんだけれども、決して辛い経験ではなかった、その時にはそう思ったことがなかったわけではないけれども、それを本当に恵みとして振り返るときに見ることができる、そこに神様の大きな配慮があるように思われてなりません。木村氏の夫妻が40年から40数年にわたる救世の士官としての奉仕をされた、その背景に先住皆さんの大きな祈りがあったと同時に、家族の方々、特に子供さんやお孫さんの助けがあった、励ましがあったことを、それを無視することはできないだろうと思います。夫妻が通ってこられたその士官としての歩みの中に、その時には本当に辛い経験もあっただろうと思いますけれども、そうしたことを通して神様が働いてください。その経験の中で今思い返すときに辛かったけれども、それは神様の恵みの一つのあり方だというふうに考えることができるだろうと思います。心から私ども感謝をしたいなと思いますし、お二人に感謝する以上にそのことを可能にしてくださった神様に共に感謝をしたいと思います。聖書を一箇所お読みしたいと思いますけれども、お二人に送りたいと思います。よく祝祷で使われる箇所ですけれども、民数記の読書、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜る、主が御顔をあなたに向けてという言葉が出てきます。神様、私たちに顔を向けてください。私たち好意を持っている人に対して顔を向ける。それに対して好意を持っていない人には顔を背けるという願いをします。神様は私たちに顔を背けずに好意を持っていることを示すために顔を向けてください。向けてくださいましょう。今もそうですし、これからもそうだと思います。もう一つの御顔をあなたに向けてという言葉では、日本の言葉の中に顔を潰すという言葉がありますね。顔を潰す。期待していることをしてもらえないときに顔を潰すという言葉がある。神様は私たちに顔を向けてというときに、決して神様は私たちの顔を潰すことをなさるの。それが神様の恵みである、これまでの恵みであり、今の恵みであり、これからの恵みであることを聖書は私たちに、触れています。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられる、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜る、この言葉をお伝えに向けたいと思います。引退少将、少佐木村俊之。期間は44年にわたり、救世の士官としての尊い奉仕をされ、2019年5月30日をもって引退されました。彼の忠実な奉仕に心より感謝いたします。引き続き、期間の上に神様の祝福が豊かであるようございます。2020年2月16日、救世の司令官に対する決意を与えています。期間は40年にわたり救世の士官としての尊い奉仕をされ、2019年4月30日をもって引退されました。姉の忠実な奉仕に心より感謝いたします。引き続き期間の上に神様の祝福が豊かであるよう祈ります。2020年2月16日救世の司令官大佐救世になります。40年以上にわたる奉仕をすることを可能にしてくださいましたことを感謝をいたします。お二人が選んだのではない、あなた自身がお二人を選んで士官としての歩みを継続させてくださったことを感謝をいたします。今
公式には引退をいたしますけれども、どうか主席の士官として召されたその事実は永遠に変わることがありません。神様どうかあなたがこれからもこの前と同じように豊かな祝福を持ってお二人を支え、またあなたに召される時までその生涯を歩むことができるように励まし導いてください。お二人の子供さん、またお孫さんの上に、また関係者一同の上にあなたの恵みが豊かでありますように、感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。